こんにちは、アルミです。今回のキャンプは徒歩キャンプです。電車の中で朝ごはんを食べてのんびりと向かってます。電車が遅延したので急いで乗り換えます。浜名湖が綺麗だな。静岡県浜松の渚園に向かってます。いつもに比べて軽量な荷物です。やっと着いた。ワンポールテント立てるのすごい苦手。頑張って修正します。こんにちは、まるみです。今日は忙しい人におすすめの一日で楽しめるキャンプをしていこうと思います。今薪を買ってきたらサンプルでカレー飯をもらえました。ラッキー。今日は日帰りのキャンプで渚園に来てるんですけど、チェックインが朝の10時、チェックアウトが泊まりだったら次の日の10時で、デイキャンプだと21時が最後なので、今日朝10時半から来てるから夜9時までフルで遊べるんですよね。デイキャンプだけど寝袋以外ね持ってきて、てか寝袋は単純に忘れててよかった。これ泊まりのキャンプだったらね、夜すごい寒くて死ぬかと思ったけど、ワークマンのリュックにライトとか充電器とかで、中は調理道具はすごい少なめに、でかい固形燃料と、あとは焚き火で火を起こします。で調理系はこの辺りに入れて持ってきて、今24度だって、暑いねそれはね。テーブル、座布団代わりのマット、寝る時用の枕、夜寒くなった時用のウィンドブレーカー。寝袋は忘れちゃったけど、寝袋さえあれば今日はこんだけのリュックに落ち着きました。あとこっちに食べ物が入ってます。重さは全部で8キロぐらいで過去最小の量ですね。やっぱ泊まりじゃないから化粧品とかがない分すごい軽くなりました。これもらっちゃったら、え、明日の朝ごはんになるじゃんってことで泊まれちゃうな。どうしよう。でも明日昼から仕事なんだよな。でも朝一帰れば、多分今の気温だったら寝袋なしでもウィンドブレーカーだけでこと足りそうだし悩む。いつも焚き火は夜派だから、真っ昼間から焚き火するってすごい新鮮で楽しみ。なんでか知らないけど焚き火いつも夜って決めてて、別に昼からしていいんだよね。むしろ昼からの方がゆっくり楽しめるのに、なんでいつも夜限定にしてたんだろう。今日フェザースティック天才的にうまい気がする。あれあれ、なんで、あれなんで、今日は久しぶりに、名前なんだっけ、シャってやつで火つけるのでフェザースティックをいっぱい作っておきます。
いいね、いいね。よいしょ。オッケー。今、テントを移動しました。なんでテントを移動したかっていうと、今日いるのはフリーサイトで、すごいまだ空いてるんですよ、いろんなところ。なのに1メートル横にタープを張られて、トナラーさんが現れて、フリーサイトなんでしょうがないかなと思って、自分が2メートルぐらい横にずれればいいやっていうことでテントを張り直しました。ちょっとね、お隣さんがお出かけしてる間に張り直せたんでいいかなと思います。嫌味かなとも思うんだけど、テント移動させること、2人で来てて会話が丸聞こえだからちょっとやりづらいなと思って、はあ、移動しました。汗だく、めっちゃ暑い。久しぶりの朝日も、最近着火剤ばっかだったから新鮮で楽しい。ほぐしてできました。久々できるかな。お、いけそう、ついた。よし。おお、なんか嬉しいな。あ、暑い暑い。でも風から守らないと。おき火を作ります。今日のお昼はこれを使います。ちょっと深さが欲しいので2個をクリップで留めます。こんな感じでちょっと器っぽく使います。よし、ちょっと飛ばないでね。野菜がでかすぎる。包丁持ってないから手でちぎります。カット野菜買ったのに、もっとカットしてよ。本当は火を出しちゃダメみたいで、おき火の状態とか炭の火が起こってない状態でこのプレート使わなきゃなんだけど、もう火出ちゃったから自己責任でやります。溶けないでほしいな。誰かの動画だと火ガンガンアルストかなんかの上で使ってて問題なかったから、多分大丈夫だと思うけど。お、すごいすごい、ちゃんと火通ってる。あ、間違えた間違えた間違えた。ソースをかけて、ここにダイレクトに行きます。このシート洗って使えるみたいだから、マヨがついてもいいよね。できました。美味しそうだけどめっちゃ量ある。いただきます。めっちゃがっつり。いただきます。うん、美味しい美味しい。忘れてた。
今日デイキャンプでなんで渚園にしたかっていうと、電車で来れるのでこうやってねデイキャンプでもね飲めるんですよね。車で行くデイキャンプじゃ飲めないから、徒歩キャンだとねこうやって飲めるのが特権ですね。焼きそばにレモンサワーって最強な組み合わせ。お疲れ様でした。昼から外で食べて飲めるって贅沢だよね。前のニート時代はそんなん当たり前ぐらい頻繁にやってたけど、働き始めてこの貴重な時間が身にしみる。デイキャンプでも朝から来れば十分楽しめるな。湖見ながら飲もうと思ったけどダメでした。暑くて下を持ち上げて風を通してるんだけど、覗きしてるみたい。私いかん、これ通報されたら捕まるやつかもしれん。でもこんだけ開けるだけで風がすごい入ってきて、すごい涼しくて気持ちいい。今ね28度ぐらいあるから、風がないとテント内サウナ状態で辛くて。ポポキャンなのでもう豆を入れてきました。美味しいけどアイスコーヒーで飲みたい。まあわがまま言ってもしょうがないけどね。今回はヌテラのビスケット付きのにしました。私の大好きなヤンヤンつけ棒の洋風版って感じ。わ、すごい濃厚そう。いただきます。想像を絶する甘さ。海外のお菓子って感じ。今テントの中からなんかあるなって思ったら、鳥糞。最悪。さっきの焚き火はすごい綺麗に燃え切ってくれた。なのでデイキャンプ後半戦、焚き火をもう一度楽しみます。2回目なので着火は手抜き。風向きを考えて風防をここにつけたから、誰の何のための焚き火なんだろう。ちょっと上の炎だけ見て楽しんでます。
今時間は5時半なんですが、薪の配分間違えてもうちょっとで終わっちゃう。ミスったな。一応チェックアウトが9時なので、あと3時間半ぐらいあるんだけど、どう考えても持たないよね。やっちゃった。今時間は6時半になりました。8時には撤収を開始するので、もう早めに夕飯に入ります。今日の夕飯はじゃーん、鉄板を使って焼肉をしようと思います。貼り付いちゃった。もしかしてこれシーズニングとかいるやつ。何もせずに軽く洗っただけで持ってきちゃったけど。焼けるのも早いね。いただきます。焼肉のタレだけで。いただきます。あー、美味しい。サンジュに乗せて、コチュジャンをつけて。いただきます。超手抜きなのに超絶美味しい。いいよね。固形燃料と鉄板があればね、それで十分簡単に味わえるからいいよね。こんなの食べてたら飲みたくなっちゃうよね。乾杯。うまっ。ごちそうさまでした。7時だけどまだ明るいね。だいぶ冬から春になってきて夏が近づいてきたな。自作のキャンドル、今週末の5月20、21のフィールドスタイルで販売予定なので、ぜひぜひお待ちしてます。ではそろそろ帰ります。撤収したので今から帰ります。今回デイキャンプなんですけど、この朝から晩まで約11時間デイキャンプして思ったのが、十分楽しい
特に今回昼寝もしたので本当リセットして一泊したぐらいの気持ちで楽しめました。今回来たのは渚園なんですけど、徒歩キャンで、まあ、駅からも近いし、なので車じゃないからお酒飲んでも大丈夫だし、十分キャンプしたな感がありますね。なのでね、まあ、東海のお近くの方は渚園おすすめです。もちろん案件じゃないです。土日休みとか2連休で休みがある人は問題ないと思うんですけど、こういうね1日しか休みないとなかなかキャンプ行けないので、デイキャンプデイだしなって思ってたけど、こんだけねフルで遊べれば十分楽しめました。焚き火もいっぱいしたし満足です。なのでね、忙しすぎる方、1日しか休みない方にはとってもおすすめです。あとは私事ですが、今週末5月20、21日にある愛知県の常滑であるフィールドスタイルに出店するので、ステッカーとあとキャンドルを販売します。あと一緒にチビーちゃんとイズミンもいるので、ぜひ遊びに来てください。ちょっとの時間ね、ナチュガールの方のブースにも行くので、細かい時間は概要欄に書いておくんで見てください。ということで今から駅に帰ります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。道が結構暗いから夜帰るときはライト必須です。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。